はい、坂翔です。今日はですね、仮面ライダーのフィギュアになるんですけど、最近ね、新仮面ライダーのフィギュアをいくつか出してるんで、ちょっとその流れでってことで、ちょっとね、リサイクルショップの方行ったらね、このフィギュア見つけたんで、ちょっとね、かっこいいなと思って、まあ、ね、組み立て式みたいで、なんか組み立てると40センチを超えるフィギュアらしいんですよね。スーパーソフビフィギュア。ちょっとね、これをね、動画にするかちょっと悩んでて、ちょっとアンケートをさせてもらったら見たいって方がたくさんいらっしゃったので、ありがとうございます。なので、動画を撮ることにしました。はい。で、まずちょっと箱からお見せいたします。ね。まあ、横はこんな感じで、まあ、後ろは同じですね。このスーパーソフビフィギュア。で、組み立てるみたいなんで、まあ、こんな感じで頭とね、腕と足で、あとマフラーがついてるみたいなんで、ちょっとね、今からちょっと組み立てていこうと思います。はい、一応これバンプレストランでゲーセンなのかな、これ多分。一応ね、2005年ってかどっかに書いてあったんだよな。2005年アミューズメントって書いてもありますね。2005年ですね。2005年の景品になります。でちょっと開けてみますね。ちょっとね、中のね、写真もちょっと YouTube のコミュニティに載っけたんですけど、ね、これ、ね、袋に入ってて、あ、よかった、新品だと思って、はい。ちょっと出しますね。よし。よし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 。これ、これがマフラーっすね。で、足の部分っしょ。これも足。で、腕が2つと胴体と頭。ちょっと袋から出していきますね。これ頭は最後でいいですね。じゃあちょっとね、胴体ちょっと組み立てるとこまでお見せしようと思う。あ、結構柔らかいな。柔らかいですね。ちょっと袋もう取っといた方がいいですよね、こっちね。これね、いいんですけど、まあ、40センチなんで置くところがあるか問題。これホットプレートよりでかいですもんね、余裕で。CCP よりもでかいですもんね。どうしようかなっていう。うちで一番でかいフィギュアはね、あれなんですよ。動画にも出してるんですけど、ジュラシックワールドの、ね、T-Rex フィギュアなんですよ。よいしょ。それよりでかい。これ開けていきます。マフラーに関してはちょっと、あれだな。折るの難しかったりそうなんで、ちょっと後でやりますけど、とりあえずマフラー以外は今ね、組み立ててみますね。触覚怖いな、ね、お、柔らかい。ちょっと組み立てますね。どうなってんだこれ。一応ね、硬いとあれだなと思ってドライヤー持ってきてるんですけど、いけるかな。あ、いけそういけそう。ふっ、硬い買ってよ。いしょ、いった、来ましたよ。足、次。あ、硬いなこれ。硬い。ドライヤーいったらいいましたね。ちょっとドライしましたね。ドライ普段使ってるパナソニックの。よくね、ほらマーベルレジェンドとかね、硬いじゃないですか。あとネカとかね、ゴジラの尻尾とかめっちゃ硬いですね。ちょっとウィーンってちょっとうるさいかもしれないですけど、ごめんなさいね。こうやって温めるとあれなんですよ、柔らかくなっていけるんですよ。こんな感じで、いいかな。組み立てるとこ見たいですよね、絶対。はい、いった来ました。行きました。やっぱね、ドライヤーやるとね、行きますよ。ま、ちょっと待って、でかい。でかい。あれ、どっち？こっちか。手ですね。あ、手はいけそうだな。手はいけそう。逆に柔らかい。
柔らかいな。はい、出てきた。来ました。ほんとでかい。ちょっと待って、マジででかい。で、こっちね、あとさ、左。力いるな。よいしょ。怖い。首なし。じゃあ、首いきます。あ、ちょっと。おいっといっと。いいね。こんな感じです。あとね、ここにマフラーを巻くんで、これ、もう足りんのかな、これ。ここまでですよね。こんな感じか。いや、いいっすよ。でもなんか、ん？待って。もっと入んのか、これ。そうですよね。こんな感じですね。できました。もっと入んのこれ。これ首ですよね。あ、入んない、入んない。これでいいんだ。じゃあ、ね、次はちょっとアップしたりしてお見せするんで、一旦この動画閉じますんで、ちょっともうちょっと待ってくださいね。すいません。これね、マフラーだけつけてまたお見せします。はい。はい、ね、次はアップでお見せいたします。まずね、立たせてみたんですけど、ちょっとバランスがちょっと微妙に悪かったんですけど、まあ、足首かなんか動かせば立たせることできましたね。はい。で、顔の造形も本当にいいんで、これ結構ね、なかなかの装備です。はい。で、これ、ここがね、ライダーベルト。ライダーベルトもしっかりできてるんで、結構自分的には気に入りましたけど、置く場所がなかなか難しいっていうね、問題があるぐらいですね。クオリティもなかなかだと思います。で、後ろ、これ後ろから見るとほんとかっこいいですよね。新仮面ライダーはね、ヘルメットの後ろのところになんかマークあったんですけど、ないですね、915はね。はい。かっこいい。普通にかっこいいですね。これいいと思います。ね、まあ、1500円ぐらいだったんで、まあ、安いなと思って買ったんですけど、ジム915好きなんでね、はい。で、次はちょっとね、ウルトラマンの CCP と一緒に並べてみました。これ見てもらうと、ほら、ほんと大きさがわかると思うんですけど、CCP も大きいフィギュアなんで、はい、ほんといかにね、この仮面ライダーが大きいかっていうのわかると思います。はい。でね、今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。今後もね、動画撮っていきますので、これからもよろしくお願いします。